こんにちはみほです今日は、えっと、この画角でスタートはしてあの完成したものをね見てもらいたいなって思ったのとあと新たに編み始めたものがあるのでそちらの方のお話と、まあ、今ね編んでるもののちょっと整理というか、えっと、自分でねどこまで進んでるかっていうのをちょっと記録したいなと思って動画を撮っています。 なので、まああの今日はね編み物の話だけになるかと思うんですが、よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、えっとこれねあのこの画角にしたのはこれをちょっとつけてる感じが見てもらいたかったので、サイズ感とかねもし編もうとしてる方とかいればその方の参考になればなと思って編んだのをこの画角でまずは紹介させてもらって でその後ちょっとねまた手元カメラに変更したいと思うんですけどもこれはね前にちょっとあの動画でねライブの時とかもちょっと編んでたんですけど、えっと、私の大好きな寺垣美希さんのデザインの、えー、カンパネラショールが完成しましてで早速ねあの身につけてるんですけども、まあ、ちょっと今日ね私のこの私服がちょっとあんまり。 いいいい色じゃないというかこのショールにちょっと色がうんって感じかもしれないんですけど基本的にはあのー、ショールがねすごい可愛いのでどんな服にも合うかなとは思ってますはい、まあ、一番いいのはやっぱりこうちょっともうちょっと薄い色にこれかけたらね結構目立っていいかなとは思ったんですけど、まあ、私意外と持ってる服がねなんかこういう暗い系かもしくはえっ、ー、とー <laughs> 同系色ですね、前ちょっとインスタで上げた写真がね、オレンジのこのショールに、黄色い服とかで撮っちゃったから、あんまりなんか色わかんないじゃんって、ちょっと自分で思ったんですけど、まあ、でもね、ショール自体も可愛いから、まあいいかって思って、まあ自分のね、あの好きなように身につけたいと思ってるので、今、まあ、いいかって感じなんですけど、で、えっ、ー、と、これね、編み始めたのが6月の末ごろだったんですね。 でミカンスカッシュっていう指定の指定というかミキさんがサンプルで編んで写真に表紙の写真になってる色に一目惚れしたのでそちらの糸を一かせゲットしてそのパレードで、ね、いつも私が大好きで愛してやまないパレードを使って編みましたはいで一かせほんとぴったりで、ね、編めたんですよね私なるべく糸使い切りたいなと思って ここの長さは多分自分で調節できるから、まあ、ちょっとね、ここの最後の目数がすっごいことになるんで、あの、メディアスという、メディアスではないんだけど、ここがすごい時間がかかったんですけどと、まあでも本当最後まで使い切りたいなって思ってて、伏せ止めまで考えて糸残したら、本当あと15センチぐらい。 余って終わりました。なので、一せ使い切りショールという形ですね。で、一応これ外すと、こうか。こんな感じで、ちょっと後ろね、汚い部屋が映っちゃうんだけど、あのー、てっぺんから編んでて、この格子模様みたいなレースのところを編んでから、最後このフリルを編みつける感じ。目を拾って編むんですけど、すごい可愛いです。で、大きさも、 ちょうどいいいかなって感じいつもはね、二かせぐらいの大きさのショールを編むんですけど、これは一かせなんで、やっぱちょっとちっちゃいサイズなのでね、ただ、肩にかけると、肩に結構フィットしてる感じで、まあね、私、ちょっと肩幅広いから、もうちょっと華奢な肩だとね、もっとストーンとして、ここの腕とか隠れるし、で、後ろは、なんかこう、見えないな、うん、背中の真ん中ぐらいまで。 ですはいなんか机け入りっぽい感じですね。こう見つけるとね。ま、だけどあのパレードであんだので夏でも結構タンクトップとかの上にこれ羽織るとここの腕がちょっと隠れたりとかして、うん、私は結構便利に使えるなって思ってすごく完成が嬉しいです。はい インスタの方でね、先に上げてたので、見てくださってた方いると思うんですけど、まあ、賞味1週間、完成まで、ブロッキングまで終わったのは1週間でしたね。まあ、ただ、こればっかり1日編んでた感じだったので、あの、ちょこちょこ編んでると多分1週間じゃ終わらないと思うんですけど、それでもね、やっぱ1かせなんで、あの、2かせの普通のサイズのショールよりは早く終わるし、まあ、いろんな糸で楽しめるんじゃないかなと思いますので、 余れてる方もね、たくさんいると思うんですけど、あのー、よかったら一かせ余まってる即やんとかでも編めるパターンだと思うので編んでみて欲しいいなと思います、はい。私結構このインスタの「あの,ハッシュタグのカンパネラショール」めっちゃ見に行ってんですけどすごい可愛く編んでるんですよね皆さん色がね様々でそういうのを見るのも楽しいので編まれてる方は。 本当にセンスが抜群だなと思いました。本当にね。私結構こう指定のサンプル色に惹かれて買いがちなんでやっぱり自分でちょっとね持ってる色とかそういうのを使って編んでみたいなっていう気持ちがあるんだけどなかなかねちょっとセンスが問われる気がして踏み出せないけどまあ結局ね好きな色で編めばいいんだよなと思って今回はオレンジで編みました。 はい、なのでまたこういう一とね余ってるものもフォックヤンとかいっぱいあるのでまた編みたいなとは思ってるんですけど、はい、でねこれをねインスタに上げたらミキ、まあ、さんが多分これ今カンパネラショール編んでる方メンションしてくださってあのストーリーとかでもね紹介してくれてて私のところにもねコメントいただいて本当嬉しかったです。 ミキ、ね、さんぐらいの方になるとすごいたくさんの方が、ね、メンションしてたくさん投稿してると思うから一軒一軒、ね、見るの大変だと思うんですけどそうやっておっしゃってくださってねあのコメントも入れてくださるとまたねやっぱりミキさんのデザイン編みたいとか思ってガンガン編むぞーと思い決意ができました。はい では、えっと、カンパネラショールについては以上になりますので一旦この画角を終わりにして次手元に移りますはいじゃあ手元の方に移ったんですけどもえっ、ー、と今編み始めたものをちょっとお話ししたいと思いますえっ、ー、とね「すずらんのショール」ですね三国まりこさんの、えーと「編み物友達」という本からすずらんのショールを2回目なんですけども編み始めてますえっ、ー、と今は 最初の A 模様が終わって B のスズランのねパートが1回終わって次2回目の場所まで来ましたでまあ一つのこの一番裾がねやっぱり作り目がすっごい多いので1段編み終えるのにすごい時間かかるから結構こればっかり最近編んでるんだけどなかなかこう進みはねやっぱり、あのー、このポップルとか作るのに結構ね 時間かかるので進みはちょっと遅いかなって前のねそのどんどん編めるショールとかに比べると遅く感じるけどまあやっぱりねあの2作目はちゃんとこう1作目はねあのわけわかんないまま先生に教わるままねあの適当に編んじゃったところがあったので2作目はちゃんとあの気をつけながらね目数とかポップルの出方に気をつけて編むようには心がけてます。はい、でねねやっぱり、ね 思ったののはすすごいい楽しいんですよこの編み方が、ね、まあレースではこのあとね D 模様のあすいませんちょっと洗濯機の音がえっと D 模様の時がすごいレースでまああのよくね魔、ま、の D 模様とかって言われてると思うんですけどまあ何か規則性があるので端っこと真ん中の背骨のところここと また端っっこだけ編編み図頑張ててて注意して見てれば、まあ、編めるかななって感じでしたなんか最初に私何年前だか忘れたけどすごい前にそのスズランの処理1回編み物教室に通って編んでるんですけどあの時はほんとちんぷんかんぷんだったんですよ先生に教わって何とか編んでたくらいなんでもう編み図の読み方もよくわかんないしあのー。 ね、もちろんあの省略されちゃってるところとかも意味わかんなかったんですけどでも今回ねやっぱ経験値が上がったのか意外とこうあなんかあそういうことみたいな感じでしっくりくるところが結構あってまあ,あの先人たちの知恵をねブログとかで拝借して編んでるのもあるんですけど気をつけるポイントとかねあの編み図の読み方とかわかんない時は、まあ、他の編んでる方とかのお話参考にしたりとかね して今のところね。結構スムーズに編めてます。はい、本当このボップル。まあ結構大変なんですけどね。いっぱいあるからだけど。まあ楽しいので掛け目とかやっぱりこの2目。一度間違えないように気をつければ大丈夫だしね。ただ、私その裏面の。減らし目2目一度のところで方向間違ってたり。とかしてちょっとなんかあみたいな。 ここういういとことかね、あ方向間違ってるーみたいなところも何箇所かあったんですけどまあ分かんないよねと思っていやもう戻る気力もないのでこのまま行きますということで引き続きこちらを編んで、まあ、こちらはあのアミリスさんが今やってるレースカルであのエントリーして私もやってるのであのどうにかね完成させて いいきたいと思いますやっぱりこう期限があるとね頑張れるし今他にもね、あのー、スズランのショール編んでる方結構周りでいらっしゃるので一緒にね頑張って編みたいいなと思いますはい、で糸はね再度紹介するとえっ、ー、とアルバーティーンっていうディー・デュラム・ナチュラの、えー、とブルームっていう色ですね。 ブルーグレーって感じですかね水色だけどグレーがかってるちょっと暗い色なんですけどこちらまあ中ね多分フィンガリングなんですよほんとは。50g200m 50だからフィンガリングだと思うんですけど編んだ感じはねふかふかしててちょっとフィンガリングよりは太めだなって個人的には思っててまあ アミリス,スさんのサイトでも「スポートウェイト」って検索して出てきた糸だったから、まあ、フィンガリングとはいい多分フィンガリングのメーター数なんだけど体幹は編んでる感じはフィンガリングより太いですねはいなのでまあちょうどよくいくんじゃないかなって思ってます編み地の感じはうんうんですごいあのチクチクは全然しないので 1一作目ちょっと何の糸であんだか覚えてないんだけどその時のチクチク感は今回はないのでね出来上がりが楽しみですはいまあなんでいろんなねあのインターネットの情報を駆使してすずらのショールをどうにか編み上げたいなと思ってますはいまあまだちょっとね目数がすごいからまあでも円形ショールとかに比べたら最後の目数に比べたらまあ半分だよねと思って。 あのー、頑張って編みます、うん、可愛いな、まあレースショールねすごいなんかかわいいから編みたいなっていっぱい思ってるものがあるんですけど、まあ、結構やっぱ掛け目がたくさんこう出てくるパターンですので、まあ、次はもうちょっとなんか気楽にこう編めるショールもいいなとは思ってるんだけど結局レース編みそ,編みそうだな。 って感じですねはい。ということで「すずらのショール」の方を編み始めましたというお話でしたはいじゃあこちらちょっと避けてとでね最後最後というか私が今一生懸命編みたいやつあのー、前から何回か登場してるけどえっとアミリスさんの雑誌に載ってる、えっと、澤田めぐみさんの「ブリーズ」というベスト あとメディアスのところをね頑張って編めば切れるという状況なんですけども、まあ、多分ね真夏はちょっと暑いかなって感じ私はするので触った感じがね、まあ、水通しするとちょっと変わるのかもしれないんですけどこれはまあ秋口にちょっとやっぱり着たいなって思ってるのでロンティーとかの上になので頑張ってこの夏に知り上げたいっていうかあと少しなんだからまあ頑張れよって話なんですけど、まあ、メディアスもね少しずつ。 伸びてはいて、今何センチだろうか、測ってみよう。十六センチぐらい。うん。で二十何センチ？三十センチ近く編みたいから、まだ十二倍か。まあ頑張ろう。っていう形で、こちらのベストも一応進めてますっていうところ。 そうですねいい糸なんで頑張って編みたいなと思いますはい、まあ、ちょっと編みかけの進捗を自分でね覚い思い出すように記録してる動画なのでちょっとお付き合いいただきたいんですけどあとなんだっけなあ靴下靴下こ,うこの靴下を編み上げてね次のショートソックスに行きたいので早くこれを編み上げたいんだけどちょっともも モバイル網でやってるのでね基本的にはいやモバイルって言ったって今私結構在宅勤務で外出ないんでモバイルしないじゃんと思ってまあ暇さえあればねちょっとずつ進めてはいるんですけどちょっと絡まってるわう同じ袋に入れたら絡まるなそうそうねなのでこちらも頑張って完成させたいなと思ってるんですけど まあでも先にショートソックス編んじゃおうかな。なんか、冬で、この靴下は、デラコさんのえっとフリーパターンですね。オールドスウェートシャートかなっていうパターンで、ここが結構ね、長くて、ルーズソックスみたいになるパターン。短くしてもいいとは思うんですけど、両足、一応2つ同時に編んでいて、こっち側がまだ終わってないので、まだかかとにすら行ってないカフダウンの。 やつなんでこれ編みたいんだけど今夏夏だからからの靴下を編みたいんですよねやっぱりこうショートソックスにちょっと憧れてる部分があっていろいろ今パターン探してるんですけどなんか今日あのー、さ,やさんモービットキットンファイバーのさやさんの動画が上がってて昨日かな上がってたの。なんんか今日の朝私見たんですけど そこであの鞘さんが新たに編まれてるショートソックスのパターンがすっごい可愛くて「うわこれ編みたい!」とか思って早速ねパターンカートに入れてきたんですけどそれを、あのー、単色のねもので編みたいなと思ってるんですが靴下の糸でね即やん。ただこの間買ったオパールコットンとレギュラーコットンもあるから、まあ、その糸で。 あの模様ついてるやつ編むと多分模様の可愛さが見えないなとか思ってね単色のコットン入りの側屋も欲しくなっちゃったって話ですはい <laughs> 編んでないのにさ次から次へとなんかどんどん欲しいの出てきちゃってもう困ったもんだと思ってまあいいんだなんかねあのー、いろいろ買いすぎてまあ買いすぎてるってうか欲しいから買ってるんでね別にいいんですけど本当に最近結構糸を買って。 出てでさすがにちょっと自粛しないとなと思って自粛しますっていうぜ宣言をねしてるんだけど結局やっぱり欲しいもの買っちゃうんですよ私だから自粛しないことにしましたはいなんかもう嘘じゃんとか思って自粛してねえしみたいなって思ったので欲しい時には買いますはいただねあのー、まあいろいろそうは言っても予算とかもあるんでね自分の 払える範囲で欲しい本当に欲しいものはもうがっつりと買いたいっていう感じでいきたいと思いますのでまああのあ美穂さん自粛やめたのねって感じで思っといてもらえればまた買ってるよ自粛ってどうなったって思っても、まあ、そっとしといて頂いければと思いますはいで早速そういうふうに決めてからね糸を 買買ったの買ったたのというかま,あまだ届いてないんでねあれなんですけど私のまあよくお世話になっているアミリスさんで新作の糸がこの間出たんですよね土曜日に。でえとスイングっていう名前の糸ですかねオリジナルの糸でまあ私パレードとかすっごい大好きなのでアミリスさんのオリジナル糸基本的にオリジナル糸が出たら試すためにもね買いたいと思ってて。スイングも あのーまあ、結局自粛してたんでねその時は自粛してるから買わないようにしようって思ってたんですけどなんかやっぱ宣伝の動画とか見てあと、あのー、スパニッシュウールなんですかね今回の糸のその素材がなんかスパニッシュウールってなかなか売ってないからその辺にねだからちょっと気になってどんな編み地なのかが編み心地いいなのかやっぱちょっと買いたいとか思って。 まあ、2かせ買っちゃいましたね色は1色ずつなんですけどとりあえず2かせ買って編み心地を試したいと思って最近買ったのがそちらの糸になりますのでまあ届いたらちょっとまたねお見せしたいなとは思うんですけどっていう感じで編みかけは靴下はこれはあるんだけどちょっとこれは冬,にな冬というかもうちょっと涼しくなってから編みたいので。 いいかななんか夏用の靴下ちょっとキャストンしちゃおうかなショートソックスだったら多分ね終わると思うんですよすぐあのここがないからカフがねカフがないからすぐ終わるしと思ってそのパターンかとかねいろいろショートソックスもデザインがあると思うのでまたいろいろ見ていきたいと思いますあそうだショートソックスねいろいろ デザインカートに入れてんですよ他にもまあ,あのいいなと思ったやつはとりあえずカートに入れて吟味して買うっていうふうに決めててまあだけどね今んところ今日一番さやさんが編んでるそのショートソックスの靴下にちょっとピーンときちゃった感じですねだからそれを買って編みたいなとは思ってるんですけどただ単色のソックヤーンが私コットン入りの夏用のやつがないので普通のソックヤーンで多分編むことになると思うんですけど まあショートソックスね別にいつでも使えるっちゃ使えるので通年ね私結構レギンスとか冬でも履いてるのでズボンとかねあのー、基本的には靴下短くてもまあ問題ないのでいつか履けると思うのでちょっと気に入ったソックヤンで編んでみたいと思いますはいということでまあ今日はその編み上がった カンパネラショールとスズランのショールを編み始めましたよっていうお話と、あと編みかけてるもののお話、あと自粛をやめましたっていうお話をさせていただいて、今日の動画はここで終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらえっとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい。でまあライブはねまたあのー、日中できる時があればあのー、やりたいとは思ってるんですけど、まあ 夜の方がね、あのー、時間が取れることが多いので夜でも、まあ、また来週再来週くらいにはやりたいなと思ってるので是非聞きに来ていただけると嬉しいです。はい、ではありがとうございました。